自己紹介をお願いします。河野修斗、今現在28歳です。父がサッカー好きで、修斗と名付けられて、ちっちゃい頃かもう覚えてないぐらいからサッカー始めて、16歳で FC 東京に入って、そこから10年間いろんなチームで J リーグで G1、J2 の J リーグでプレーして、去年シドニーのチームに移籍したんですけど、すぐに前十字靭帯の怪我をしてしまって帰国して、そこから、南葛 SC というチームでプレーして、今、契約解除してドイツでチームを探しているという状況です。お疲れ様。正直シドニー行って、まあ、今28歳なんですけど、まあ、やっぱりサッカーっていう要素を求めていくんだったら、まあ、ちょっと違うかなっていうふうに思ったので、まあ、もっと純粋にサッカー上手くなりたいなって気持ちもまだまだ全然あるし、本当にヨーロッパのサッカーの本当にカルチャーがあるところでプレーしたいっていう気持ちがあったんで、ファーストプライオリティはドイツとかヨーロッパでやりたいなと思ったのでっていう感じです。なんだろう、日本人が、まあ、多くプレーしている国であると思うので、まあ、それにはそれなりに理由があると思うので、まあ、ヨーロッパの中では日本人がプレーするに適しているのかなっていう気もするし、あとはまあすごい、なんだろう、激しいコンタクトとか、そういう ETC の部分はすごい激しい、もちろん激しいなと思うんで、そこは逆にそういうところでできるのが楽しみです。すごいロッカーがあって、すごいっすね。そしたらだってなんか毒物って言ったら、まあ軟骨みたいな感じです。ちっちゃく感じますね、ブランド。あ、そうだね。寒いですか。最初そうでもないと思ったけど。求められるプレーとか、どういうプレーを出そうかなとかありますか。まあ、やっぱり日本でもそうですけど、海外ではよりもっと数字とか得点の部分で絶対に求められると思うので、もちろん自分の特徴とかを出しつつも、やっぱりそこは一番意識しないといけないかなと思います。まあ、僕自身もともといたチームを契約解除してきたんで、まあ、どこと契約できるか分かんないですけど、あんまりこう力みすぎないんじゃないですけど、なんか本当になんでサッカーやってるかってところを、そもそも原理原則のところを忘れずに楽しんで、まあ、それで一生懸命全力でやって、で無理だったらそれはそれでしょうがないと思って、まあ、それはむしろ確かめに来たと言ってもいいと思うので、本当に楽しみながら全力でやりたいなと思います。はい、ちょっとじゃあ今日の意気込みを楽しみです。ちょっとまだどういう感じか分かんないんで、ただ季節とかすごいいい感じで、ヨーロッパ来たなって感じです。
Well done, Sawyer!一番最初に行ったチームがなんかグラウンドもぐちゃぐちゃだったし、まあ、ボールが自分の頭上をずっと飛び交ってるような状況でなかなか自分の持ち味が出せなくてなんかバチバチに肉弾戦みたいな中でやっててなかなか自分でアピールするのが難しくて結局、まあ、最初に行ったチームは不合格だったんですけど、まあ、それもすごく僕自身はいい経験だったなと思ってるし、まあ、自分なりに本当に全力で取り組んだんで、まあ、それで不合格だったらしょうがないと思ってるし、もちろん、なんだろう、自分で力を出し切れなかったっていうところももちろんあるんですけど、まあ、本当に自分なりに全力でやって、まあ、それで不合格だったっていうところで、まあ、しょうがない部分も、まあ、あるとは思うし、まあ、正直そんなになんだろう、がっかりとか全くと言っていいほどしてなくて、まあ本当にそんなに逆に簡単にうまくいくとも思ってなかったんで、まあこういうもんだろうなと思ってたし、もちろんそのどの機関であろうが、まあ、外国人であるんで即戦力として求められてるとは思うし、別に不意に限らず、まあ次の、まあ、今日から行くチームでは、まあ本当に自分の持ち味である、まあ、運動量とか、まあ、技術的な面もそうですけど、もう出しつつ、やっぱり本当に1目で言われたようにファイトするところはなんかこう無理やりにでも見せないと、まあ、こいつやろうとしてんなっていうところをまず分かってもらえないと思うんで、まあ、分かりやすくそこが一番分かってもらえると思うので、そこは意識してやらないといけないかなと思ってます。なんだろう、まあ、若手に怒鳴られたりとかなんか削られてスパイク壊れたりとかはむしろ、まあ、本当にさっきも言いましたけど、いかにこの人生を自分のキャリアを面白くできるかとかしか考えてないんで、まあ本当にいい、まあ、ネタだったと思うし、まあむしろなんか心地よい今まで通りの感じだったら多分来た意味がないんで、まあ、むしろこれは本当に自分の中でいい機嫌だと思ってるし、まあそういう難しい環境の中でも自分がそこに適応してかつ自分の特徴を出していかないと、まあ本当にここで認めてもらえないと思うので、今までの自分のやり方でこうやるんだっていうので来てたらここに来た意味もないので、まずはそういう環境に順応しつつ、まあ、自分の特徴を出せるように、まあ、本当に日々ポジティブにチャレンジするって気持ちでやっていきたいと思います。まああえてそういう道に自分を突き落として危険な道を行くことに価値があるかなって思ったので、Wir freuen uns über Kommentare. Wenn ihr unseren Channel liked und wenn ihr uns abonniert. Danke.